は東春病院で薬剤師をさせていただいております森川ひとしと申します本日は毎日のことだから再度チェック薬の管理方法というテーマでお話をさせていただきます東春病院は愛知県の春日井市というところにあります春日井市は人口30万人愛知県の北西部に位置し 初動で三欠有名な小野の道風が生まれたところとして知られております。東春病院はそ根春日井市において約60年間医療を通じて地域の皆様に貢献をさせていただいております。それではまずこのテーマを選んだ背景に関して少し触れておきたいと思います。これは今月のカレンダーです。11月2日に受診し28日分の 処方が出た場合次回の受診日は11月30日となります受診日と受診日の間は薬に関わるのは患者さんやその介護、看護に当たる方だけであり、特別な事情がない、または院外処方に従って調剤を実施した薬局の薬剤師を除けば、この28日間は医療機関の医療従事者が関わることはありません。 よって処方された薬はほとんどの時間を患者さんやその介護、看護にあたる方が管理しなければならず薬の管理方法を正しく理解することは非常に大切なことになりますそれでは薬を正しく管理するとはどういう目的があるのでしょうかその目的は最適な薬物治療の実現にあります毎日の生活において薬を正しく管理すると それが受診時の正確な診断につながり、正確な診断により処方される薬は患者さんにとって最も適切なものとなることが期待されます。このサイクルを繰り返すことで患者さん個人に合った適切な薬物治療が実現されます。今回は薬の管理のうち、薬の保管方法、薬の用法、薬の副作用、薬の廃棄、 4つの点に焦点を当ててお話をしたいと思います。薬の管理でしばしば質問を受ける飲み忘れに関しては、YouTube のホロニクスグループチャンネルにある第6回オンライン公開医学講座の小沢薬剤師の会をご参照ください。1つ目は保管方法に関してです。普段薬をご自宅や施設で保管している際、薬の品質に影響を及ぼすものは、温度、 湿度、光の3つです。薬は時間とともにゆっくり品質が低下していきますが、異常な温度、湿度、光が加わると、その低下スピードが一気に速くなります。温度は季節、薬の保管場所、冷暖房器具の運転状況によって異なります。光は日光だけでなく、 蛍光灯に含まれる紫外線にも影響を受けるため注意が必要です。湿度は季節の影響が大きいですが、水回りの近くに薬を保管している場合、湿度の影響を強く受けます。以降のスライドで温度、光、湿度、それぞれに関して少し詳細に説明をいたします。ここで早速ですが、クイズです。 室温とは何度のことを言うのでしょうかお考えください。はい。ありがとうございます、えーと。一番多いのが A の15度から25度ですね。それでは正解を発表いたします。正解は B の1から30度のことを言います。温度に関する定義というのはいろいろな種類がありますが、 普段覚えておく必要があるのが室温と霊所です。室温というのは部屋の温度のことではなく1から30度のことを表します。真夏の空調の効いていない室内で薬を保管してあったり、逆に寒い地域で真冬に暖房をつけていない室内で薬を保管する場合は、この室温から外れる可能性があるので注意しましょう。医薬品は製造の承認 新請時に加速試験と言って温度は40度、湿度75%、6ヶ月間以上ですね安定であることを確かめる試験のデータを添付するように義務付けられておりますよって薬というのは多少の室温の範囲を超える温度で保管してもすぐに薬の品質に問題が起こる可能性は低いのですがこれはあくまでも開封していない薬に対してしか該当いたしません 続いて光の影響です。光による薬の品質低下は、主に波長の短い紫外線の影響を受けます。紫外線は日光だけでなく、蛍光灯や LED 照明にも含まれるため、実際に蛍光灯や LED 照明で薬の色が変わってしまったり、薬の有効成分の量が低下したり、分解物ができたとの報告は多くあります。 光による薬の色の変化に気づき、服薬を自己判断で中断してしまった例も報告されております。薬の有効成分の低下は、薬の効果が期待できなくなるため、患者さんの治療機会の喪失や、不必要な薬の増量へ繋がる可能性があります。分解物で人体に有害なものが生じないかは、事前に試験が行われておりますが、 使用する抗原の波長体が異なると生成する分解物が異なる可能性があります。よって試験をしているからといって絶対に安全であるとは言えません。以上より正しく薬を保管するということは安全に薬物治療を行う上で必要不可欠なことです。湿度に関しては具体的な数値は明記されておりません。しかし湿度が高いと低い時に比べ薬の品質低下が促進されます。 グラフを見ていただきたいと思います。東京や大阪では、梅雨から夏季を除けば湿度は下がりますが、冬に雪の多い富山では、冬でも湿度が高く、地域によって湿度は大きく異なります。湿度が低い時期でも、台所やお風呂、洗濯場など、水場の近くで薬を保管すると湿度の影響を強く受けますので、粉薬が塊になっているのを見かけた場合は、 薬の保管場所を見直す必要があります。ここまで温度、光、湿度の影響を説明してきました。しかし実際の薬はその包装や薬自体に光や湿度を防ぐ技術が使われており、温度を除けば他に関しても大きな問題になることは少ないです。けれども、1回分の薬をひとまとめにした薬や、 演劇機能の落ちた方が服用できるように、錠剤を粉薬にした場合は、温度、光、湿度のすべてに注意が必要です。薬をひとまとめにしているフィルムは、容易に光と湿度を透過させ、粉砕した場合は、さらに表面積が広がるため、光や湿度の影響をより大きく受けます。そうした場合は、アルミ防湿袋やお菓子の缶などに、 乾燥剤と薬を一緒に入れて保管すると良いでしょう。実際に開封後どれくらい薬は持つのと質問を受けることが多くあります。これは薬剤各のので異なり薬を保管する環境も様々であることから一概にお答えすることはできません。薬の保管期限の原則は処方された日数分が使用期限となります。しかし飲み薬や塗り薬が 次回受診日にも残っていたり、災害時のために少し余分に薬を保管している方もいます。そこで各県薬剤師会から推奨される保管期限が提示されておりますので紹介させていただきます。上から PTPC と分布用品の粉薬の場合は半年から1年ぐらい。シロップ剤は半年。 水で希釈してあるものは処方日数以上の保管はできませんので注意してください。経腸栄養剤は1日。点眼薬、眼軟膏は1ヶ月。点鼻薬も1ヶ月。吸入薬に関しては薬剤ごとに期限が異なるため、それぞれ確認をしてください。座薬は1年。塗り薬は半年です。ただし、塗り薬でも混合してあるものは 組み合わせによって変わりますので都度期限は確認してくださいシップやテープは3ヶ月自己注射薬は薬剤ごとにこれも期限が異なります続いて用法、つまり薬の飲み方について説明していきます早速ですが2回目のクイズです朝食後に服用と指示があった場合次の服の方法のうち最も適切なものはどれでしょう A. 朝食後30分以内 B. 朝食後120分以内 C. 朝食に関係なく大体いい朝飲めばいいはい、これはもう皆さん正解ですね答えは A の30分以内となります食事と用法の関係をお話しいたします用法に関しては法律上の明確な定義はございません よって、ここでは一般的に推奨されている時間を記載いたしました。食前というのは食事の60から20分前。食後は食べ終わってから30分以内。食間は食事をしている間ということではなく、食事と食事の間のことであり、食事から2時間以上空ける必要があります。食直前と食直後は食事のすぐ前、 すぐでであり食事と間隔をできるだけ空けないこととが理想となりますここで食事を取れなかった時に関してお話をさせていただきます。食事を取れなかった時ですが、食前に服用していた薬は問題にはなりません。しかし、いつも食後に服用していた薬をいつも通り服用すると、それは食感に服用したことと同じになってしまいます。この場合、 食事の影響がなくなり、薬の効果が変わってしまったり、副作用が出る場合があります。特に糖尿病の治療薬では注意が必要です。食事を取れなかった時の対応は、患者さんの状態や薬剤ごとで異なるため、日頃から対応方法を医師、薬剤師に確認しておく必要があります。次に、睡眠と用法の関係です。 就寝前の薬は、眠り薬、喘息の薬、翌朝の便通を良くする便秘薬などがあります。また、飲んだ後、眠気がふらつきが出やすい薬も、あえて就寝前の指示で薬が出されることがあります。就寝前の薬は、服用後すぐに横になるので、寝たままでの服用は避け、食道に薬が引っかかっていないことを確かめてから就寝することが大切です。 睡眠薬の場合、服薬後すぐに就寝しないと、転倒のリスクとなります。ぜ息の薬は明け方に薬が十分効くよう、21時ごろ服用となっておりますので、就寝時間とは関係なく決まった時間に服薬しましょう。下剤の場合も同様に、起床後に排便を促すよう、希少の7から8時間前に薬を服薬するようになっております。 就寝する時間の2時間以内に食事をされる場合は、薬の効果が食事の影響を受ける可能性がありますので、一度薬剤師に相談しましょう。3つ目は副作用に関してです。薬は反対から読むとリスクとなりますが、副作用のない薬は存在しません。近年はインターネットやスマートフォンが普及し、 手軽に薬の副作用を調べることができるようになりました。実際、一つの薬を調べてみると、たくさんの副作用が出てきます。しかし、それらの副作用の中で、薬との因果関係がはっきりしている副作用は非常に少なく、そこに書かれている副作用のほとんどが副作用疑いのものになります。よって、書かれている副作用疑いを読んで不安になり、 自己判断で服薬を中止することは絶対せず薬剤師へ相談するようにしてください薬剤師への相談はその場では費用が発生もしませんさらに2020年9月から医薬品医療機器等法という法律が改正され保健薬局薬剤師への投薬後のアフターフォローが義務化されております電話で相談しにくければメールや LINE などの SNS 保険薬局の場合は、その薬局が導入しているアプリでの相談も可能です。また、普段からかかりつけ薬剤師を決めておくと、24時間電話で相談することができます。ただし、この場合、保険調剤を行った場合に自己負担割合にもよりますが、2、300円ほど支払いが高くなることがあります。東春病院では患者さんへお薬をお渡しする際に、 平日の17時までは電話で薬剤師に相談することができると伝えております。実際に患者さんからお電話をいただき、不安を取り除き、服薬の継続に至ったケースや、稀ですが、再受診に至ったケースもございます。すぐに相談することでもない、または、軽度の副作用だったので、相談する程度でもなかった場合は、 お薬手帳にその症状が出た薬の名前を記入しておきましょう。お薬手帳は今服用している薬だけではなく、アレルギーや副作用、起用歴を記入する欄が手帳の最初か最後のページに設けられております。患者さんに皮膚が痒くなったり、気持ち悪くなったりなど、薬を服用後に調子が悪くなったことはありますかと聞くと、血圧の薬でそんなことあった。 とか、アレルギーの薬であったとかおっしゃることが多く、薬の名前が出てきません。ですので、副作用かなと思った症状が出た薬は、お薬手帳に薬の名前を記入しておきましょう。近年は、お薬手帳も電子版の普及が進んでおります。電子お薬手帳アプリは様々なものがありますが、日本薬剤師会が提供している 異なる電子お薬手帳アプリの内容を相互に閲覧することを可能にしている EXLink というものに対応しているアプリが良いと思います。電子お薬手帳アプリでは、紙のお薬手帳の機能に加え、処方箋を事前に保健薬局へ送信し、待ち時間を減らすことができる機能や、薬の相談、血圧や体重を記録する機能、 服薬時間になるとアラームを鳴らす機能などを備えたこともあります。医療現場では毎日薬の副作用により被害が起きないよう最新の注意を払って薬を使用したり処方したりしておりますが患者さんの体質に特異的なアレルギーなど防ぎきれない副作用が出てしまうこともあります。そこでそういった副作用が起きた場合の救済制度として医薬品副作用被害救済制度というものがあります。 医薬品副作用被害救済制度とは、病院、診療所で処方された薬、薬局等で購入した薬を正しく使ったのに重い副作用が生じ、入院したり、その後に障害が残ったりした場合に、医療費や年金などの給付が、年金などが給付される公的な制度です。救済の対象は、入院治療が必要な程度の重篤な疾病 日常生活が著しく制限される以上の障害があった場合、対象の医薬品は病院や診療所で処方された薬、薬局やドラッグストア等で購入した薬が対象となります。一部、生物学的製剤は別の制度での救済対象となります。抗がん剤や治験薬は対象外となります。平成26年から30年の5年間で、 1372件申請があり、82%に支給が決定しております。支給されなかったのは18%で、そのうちの17%が使用目的や使用方法が適正でないと判断されております。よって薬の用法は指示された通り守ることが大切です。ここで3回目のクイズです。次のうち医薬品副作用被害救済制度で、 明らかな対象外となってしまうのはどれでしょう対象外ですね。はい、ありがとうございます。ほとんどの方が C ですね。90%で、えー。それでは答えを発表させていただきます。C ですね。B はドラッグストアで買ったお薬も、えー、給付の、正しく使えば給付の対象となりますね。それでは最後に薬の廃棄に関してお話をいたします。 まず一般的な薬の廃棄方法です。薬の廃棄は薬の成分が環境に与える影響と薬の容器の材質ごとに各自治体の処分方法に従うという2点を考慮する必要があります。薬の成分が環境に影響を及ぼすのを防ぐためには下水に捨てることはせず必ず焼却処分する必要があります。 よって、まずは薬を容器から出し、薬は燃えるゴミとして処分します。錠剤やカプセルなどの固形の薬は、ゴミ回収時の散乱を防ぐために、封筒などの袋に入れて処分します。飲み薬や塗り薬、目薬など液体の薬は、トイレットペーパーや新聞紙などの不要な紙に吸わせ、可燃物として処理します。一方、薬の容器は、 容器の包装に書かれている材質により、各自治体の処分方法に従って処分します。医療用の麻薬、覚醒剤原料、抗がん剤に関しては、薬の処方を受けた医療機関や薬局へ返却するのが原則です。処方を受けていない医療機関や薬局では、薬の引き取りができない場合がありますので注意してください。 返却する際、注射薬の場合は、液が漏れないように注意して返却をしましょう。内服や外用剤の場合は開封せず、そのまま返却をしてください。どの薬が医療用麻薬なのか、覚醒剤原料なのか、抗がん剤なのか不明な場合は、薬の処方を受けた医療機関や薬局の薬剤師へ相談してください。インスリンの針などの医療機器の場合、 様々な材質が使われているため、廃棄方法が複雑です。医療機器を交付された医療機関や薬局から医療廃棄物を回収すると言われた場合は、その通り返却すればよいのですが、回収できない、または廃棄方法の指示がなかった場合は、各家庭で廃棄方法を行政窓口に確認する必要があります。その場合、西海が発行している、 廃棄方法のガイドが参考になります。インターネットで無料で入手できるので、これを参考に各自治体の行政窓口へ廃棄方法を確認してください。廃棄方法をインターネットで公表している自治体もあります。東春病院では患者さんの廃棄薬の処分を薬剤科が受けたまわっており、実際に外来受診時に薬剤科窓口まで持ってこられる患者さんもいらっしゃいます。 また、訪問看護師が患者さん宅で見つけた廃棄薬も、当春病院薬剤科で処分しております。廃棄薬に関しての相談も、当院薬剤科が受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。えー、冷蔵庫に薬を保管しているのは間違いでしょうかという質問をいただきました、えー。冷蔵庫に薬を保管するのは、温度の面では特に問題はないんですけども、えー 温度差があると逆にです、ねえー、結露といって、まあ、水分が付着することがありますのでしょっちゅう出し入れをする場合は適しません、えー、ですので、まあ、もし内服薬を保管する場合は1週間ごと出し入れすると良いかと思います続いてのご質問ですね薬を飲む時に水の量は、えー、正しい量というのはありますかというご質問をいただきましたありがとうございます えー、正しい量というのは特にはないんですけども、えー、喉に突っかえた感じがあるのならば、えー、追加でお水を飲む必要があります。まあ、薬にもよるんですけども、突っかえた場所で、えーまあ、そこで、あのー、食道を痛めてしまう薬もあります。のでね、あのしっかり胃まで落とすというのが大事だと思います。 3つ目のご質問ですね。かかりつけ薬剤師をどうやって決めることができるのか、もう少し教えてください。また、24時間電話で相談することができるとのことですが、実際24時間対応してくださるのでしょうか。相談できるのは薬のことだけですか。例えば、急な体調の変化などにも相談できますかというご質問をいただきました。ありがとうございます、えー、かかりつけ薬剤師に関しては、えー、と保険薬局さんですねで。相談してみると良いと思います。えー そこでの質問内容ですけども、かかりつけ薬剤師としての契約がおそらくあると思いますので、そこで契約をすれば、えー、かかりつけ薬剤師と登録ができますで。質問の内容ですけども、薬以外の体調変化に関しても何でも、えー、質問は可能となります。でそして24時間という,いう制限も、えー、と問題はないですね。 ただし、あの夜間はかかりつけ薬剤師の本人じゃない薬剤師さんが担当する場合もありますので、その点だけはご了承いただきたいと思います。次のご質問ですね。薬の食感や食後の服用は、薬を飲めるような状況でなかったり、ついうっかり飲めなかった場合、推奨されている時間からどれくらいのずれが許容範囲がありますかというご質問いただきました。 これはなかなか難しくてですね、一概には回答ができませんので、もし飲み忘れていたり、飲めなかった場合で、あの思い出して今飲もうとしていると。そういうはあは、あの処方元の薬剤師ですね。病院なら薬剤師に相談ですね。薬局から処方されている場合は、薬局の薬剤師の方に相談すると良いと思います。はい、続いてのご質問ですね。 え現在、シロスタゾールという、えー、血栓薬を服用しているが、えー、納豆を食べると薬の効果を減じると言われている。これは正しいでしょうか納豆を諦めるべきでしょうかということですね、えー。シロスタゾールに関しては、えー、納豆は諦めるべきでは、えー、ありません。えっ、ー、と、これは、えーと、ドクターから言われたのか、えー、それとも調剤をした薬剤師から言われたのかはちょっとわからないんですけども、 えー、特に、あのー、シロスタゾールでは納豆は、えー、食べても良いとされております。もう1ついきますね。錠剤でもすぐに口の中で溶けてくっつき、飲みにくいのがありますがなぜでしょうか、えー、そうですね、カプセルとかはよくくっつきやすいですね。なので、えー、とカプセルを飲み込む場合は皆さん、あのー、上を向いて飲み込んでしまうんですけど、薬を。 そうすると水が最初に落ちて、カプセルが最後に落ちてくるので、飲み込みづらいので、カプセルを飲む場合は、まあ、ちょっとですね、上を見て飲むのではなくて、えー、ちょっと下ですね、下を見てごくっとすると、あのー、くっつきにくいと思います。それ以外で、そうですね、錠剤でくっつきやすいんですかね、えー。そういう場合も水の量をちょっと増やすと良いと思います。 でどうしてもあのくっついて飲めないとかです、ねあの、演劇の落ちた高齢者の方で、の、まあ、喉の奥に残っちゃうよっていうようでしたら、財けいがです、ね、もっと溶けやすいお薬にするということもできますし、あるいは簡易検託といって、先に溶かしてしまうということができる薬もございますので、えー、処方元の、えー、医師や薬剤師に相談をすると良いと思います。 それではこのあたりで質問コーナーを終了させていただきます質問をお寄せいただいた皆様本当にありがとうございました以上で本日のオンライン公開学講座は終了となりますご参加いただきありがとうございました医生会健康クラブ会員の皆さんへのご案内です医生会健康クラブでは 会員特典として電話での医療相談健康相談を行っています不安な点があればぜひ会員特典をご利用くださいお電話はこちらへお電話の際コーディネートナースへの相談とお伝えください